から内見します。風が今日は強いのでちょっと近くで撮ります。プレミアム花粉を足してあげようと思います。こっちの方が栄養が高いみたいで。お、腹だ。でさ、花粉もまあまあだね。前もこのもん、ま、前もちょこっと食べてた。おお、食べてる。いっぱいいるかなと思ったけど、そうでもない。異常なし。異常なし。軽いでしょ。うん。うん。餌ね。おお。おおおジョウバチいた、うん、いたね、あー幼虫ある、うん、幼虫ある。ここ下の方も、はい、産卵してます。蓋閉まってるし。おおこっちもいいな。この端っこも削ってあげようかな、うん、いいんだよね削って。うんね、ちょっと城鉢さんいるからささっとね。なんか先週も削ったような気がするんだけど、ね、ここも食べて産卵してほしいので削ります。うん、削って、ね、うん、ここもね、産卵してくださいね、うん、掃除して時間、うん、こっちは、うん、産卵も何もしてないんでしょ。してない。だからこれ、これ交換、これ交換払うの。もう払わないで、こっちさ移動、こっち、うん、移動して。じゃあこれは、これこのまま、うん、移るの。よく行くから、お餌ねえんだけど。あ、まだ残ってるよ。残ってる、だから、だからいい、半分ぐらい、うん、だからいい。じゃあこれを、こっち、中がいいか、うん、これをこっち、そうそうそう、そう。してまた来週って売らないんですって、うん、両面でも垂れてくるからね。ああ。ピリピリ。じゃあ餌を入れます。こっちだけ削ってあるのね。うん。ちょっと削ってます。うん、そうそう。で削った方を中に、うん、食べやすいように、うん、そうね、うん、でこれ城鉢さんのやつ、うん、全部ないでしょ。そうだね、でも卵産んでるから、だからこうやって削った方がいいな。いやでも嬉しいな。産卵しててあんな順調に育ってるよね、あれ、うん、生まれるよね、うん、多分。よかった。寒かったからまさか中で死んでる、まさか。もしさ、あれ蓋になってるって、うん、中で寒くて死んじゃってたら、やっぱ蜂はさ、あの中から法事出すよね。出す、掃除するよね、死んじゃったら、うん、だからしてないってことは生きてんだよね。生きてんだね。ああ、よかった。不思議な世界だな、蜂って。すごいな、蜂さん。こうやってダニいなきゃいいのにね、今みたいに。早速食べに来ましたよ。すごいな。ねえ、食いつきがいい、やっぱりね。今から続いて C 群の内見をします。ちなみに気温は10度です。さっき12度まであったんだけど、うん、ちょっと風がなくなったけどね。うん、あ、収まったな。そういえば、うん。でもさ、いつの間に収まったけど、でもさ、あんまり蜂出てこないね。今日は。高い。あ、そうか、ね、これは前もって入れていたプレミアム花粉です、うん、前もって入れてたやつ。この棒はちょっと関係ないですけど。あ、もう産卵はちゃんとしてる。あ、ジョウバチさんいました。
れとこでトイレ行くからや。はい、来てるよ。うわわわ、え、削ります。あ、新しい、揉まれてんじゃないこれ。え、揉まれたんじゃないこれ。かわいい、揉まれました。赤ちゃん、赤ちゃん生まれたね。はい、生まれたての赤ちゃんいました。かわいい、ちっちゃくて。泣き声もするよね。なんか女王蜂さんどっか行っちゃったよ。